シュバーベン大公フリードリヒ一世は、シュタウフェン家のシュバーベン大公。父は、リースガウハクフリードリヒ・ホンビューレン。母は、エギスハイムダグスブルクハクゲルハルト一世の娘、ヒルデガルトである。フリードリヒの第二、シュタウフェン家は、シュバーベン大公の地位を獲得した。フリードリヒは、弟シュトラスブルク司教オットーの支援を受け、ペーター・フォン・リプセルブルクと共に、 ザンクト・バルブルガ修道院を創設した。フリードリヒは、シュバーベン大公となる以前は白であったと見られ、すでに白時代から、シュタウフェン家の勢力拡大を始めていた。法園シュタウフェン三城に城を建設し、そこが一族の本拠地となり、また、加盟の元となった。ロルヒにあった要塞は1100年頃に、ベネディクト海修道院のものとなり、この時から、同修道院は、 シュタウフェン家の母大寺となった。しかし、シュタウフェン家の所領はこの時には、まだ小さく、ホーエンシュタウフェン周辺とアルザスにある母、ヒルデガルトの所領を含む、シュレットシュタット周辺のみであった。フリードリヒにとって、天気となる、シュバーベン大公くらいの獲得は、1079年の復活祭のことであった。ルドルフ・フォン・ラインフェルデンが、 皇帝ハインリヒ4世に対し反乱を起こした際、フリードリヒは数少ない皇帝派の貴族であった。1079年、ルドルフのコベルトルト1世はシュバーベン大公となった。これに対し、皇帝ハインリヒ4世は復活祭の日にフリードリヒにシュバーベン大公位を与え、3月24日にはレーゲンスブルクで7歳の娘アグネスと婚約させた。その後も、 両大公は対立を続け、1 9 9 7年にルドルフの婿で後継者であったベルトルト二世と和解したものの、大公位に関しては分裂状態が続いた。フリードリヒは主に北部へと勢力を拡大していった。ライン級中白領においては、バイセンブルク修道院及びシュパイアー修道院のフォーク隊を支配し、強大な在地勢力を築いた。こうして、シュタウフェン家は、 ラインフランケンにおけるザリアー家の所領をほぼ手に入れることとなった。南部においては、フリードリヒはウルムのかなりの領地を支配下に置き、ドナウガー対岸ではわずかの領地のみ支配した。皇帝ハインリヒ4世がイタリア遠征を行い、帝国北部の領主が不在の間、フリードリヒは帝国領における最高位の軍司令官となった。 ドルヒ修道院中央新郎にあるシュタウフェン家の筆フリードリヒは1105年に死去し、最初ロルヒの教会に埋葬されたが、フリードリヒが創建した、ロルヒ修道院の付属教会が完成した後、息子コンラート三世によりこちらに改装された。1475年、修道院長、ニコラス・シェンク・フォン・アルベルクが、中央新郎の聖火体積の階段前を及び、 席内のすべての墓を開け、遺体を一つの棺に集めた。現在その棺は、中央神道に置かれている。妻アグネスは1106年に、オーストリア編境博レオポルト三世と再婚した。1143年に死去し、夫レオポルト三世と共にウィーン近くの、クロスターノイブルク修道院に埋葬された。アグネスとの間に11人の子女を設けた。ありがとうございます。